今までまだ何もオープニングのロゴとか何も作ってないから、あ、このビデオエディティングするまで何も作れなかったら、まあ私の顔しか見えなかった、ごめんね。実はまあ日曜日じゃない、今土曜日けど、あと3時間ちょっとだけ。今からもう一回スターウォーズ見に行くけど、博多まで行かない。今回遠すぎ、お金かかりすぎ。そこまで行ったらハイウェイ払わなきゃ、パーキング払わなきゃ、ガソリンかかる。今は大牟田イオン行くだけ。もっともっともっと近い、と私お金払わなくていい。今日私の義理妹、ね、奥さん の一番下の妹が私に1枚のただの映画のチケットを私にくれた。ちょっと結婚式のためのビデオちょっと手伝ったけど、それ以外何したか覚えてない。あ、コンピューター借りた、あ、髪切るの機械借りた、それからかな。そのチケットは1月31日まで使わなきゃと思ってたけど、間違えた。今日見たら10月31日まで、あと9ヶ月ある。まあいい、私もう一回スターウォーズ見に行きたいから使おう。今日使おう。行くとき時間あるから、日本のビデオ作ってみようと思った。本当に何も大切言うのがないけど、前には英語のビデオで言った、もうここの私の家の近くの大牟田か久留米の映画館は、もう全然英語を喋ってるの映画、日本語字幕してた英語を喋ってるの映画、もう全然 3D のが見せない。こっちの辺に 3D のは全部日本語の声に交換した。本当に初めてスターウォーズ見に行くとき 3D が見たかった。だから博多まで行かないといけなかった。60キロぐらい運転しないといけなかった。大牟田はもっと近い、もっと簡単に行ける、もっと早く行ける。そこまでは30分ぐらいだけかかる。遅いのトラックの後ろじゃなかったらとお金かからない、このちっちゃなハイウェイが。ただそれが好き。珍しい日本にタワーのハイウェイ。今から 2D に見に行く。どれぐらい違うの経験かな、 3D と 2D で見るの。それ以外あんまり言うのがないかな。前の映画のレビューは英語だけだったから、今回 2D の経験はどうだった、まあ帰るときちょっと話しましょう。絶対このカメラが車の中に置いてまめしなきゃ。映画館に持って行きたくない。映画館の中にカメラ持って行ったらちょっと怪しいじゃない、映画館がちょっと嫌がると思う。後で話します。 See you and may the force be with you。 はぁ、あ、終わった。長い歩くしないといけなかった。違う場所止まった。もう一回見に来たらよかった。いっぱい映画2回目見たら、2回目はそんな楽しくない。普通にこれが楽しかった。1回目と2回目同じぐらい楽しいと思う。1回目もちろんもっと喜びをびっくりやった。で、初めてメルディアム・ファルコン見るときすごく喜んだ。1回目今回来る分かったから、まだニコニコしたけど、なんていろいろこと忘れてましたよ。ああそうそうそうあった、ああ忘れた、え、今からどうなる、おーやー、そう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 、もう一回見てよかった。絶対出たらブルーレイ買わなきゃ。いろいろ問題ある、好きじゃないことあるけど、スター・ウォーズ7 The Force Awakens大好き。もう一回映画館見に来ないと思う。今回ね、土曜日の夜けど4人しかいなかった。私オーディエンスの 25% だった。もうそろそろ終わりかな。まだ見たことないなら映画館で終わる前にもう見に行けなきゃ。まだスターウォーズ全然見たことないなら早く見て、4、5、6見て、7見に行きなさい。1、2、3は後でか全然見なくても4時でもいい。そこに終わりましょう。もういっぱい字幕作らなきゃから、もう終わらなきゃ。もう日曜日だった、寒くなった、帰らなきゃ、寝なきゃ。 So, おやすみなさい。